い、どうもこんにちは。ネットカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回はフォルクスワーゲン新型ポロ納車編をお届けしていきたいと思います。またまた納車編になりますね。前回今乗っているこのホンダの新型ステップワゴン、通称ステップくんですけども、これが納車されたばかりなんですよ。であれが6月の下旬でしょ。で今フォルクスワーゲンのこれポロ納車するっていうことで1月の頭ですから1週間くらいしか経ってません。まあ結構車を今年は勢いよく買ってるせいもありますけども、納車が結構立て続けにあるっていう現状でございます。まあでもその中でちょっとね、天気はあいにくの感じですよね。本当は晴れた日に撮影そして納車したかったんですけども、まあでも楽しみには変わりない。まああんまりこのステップくんでべちゃべちゃ喋っていても仕方ないので、とりあえず向かいたいと思います。はい、ということでお店に到着しました。今回お世話になるのはフォルクスワーゲン草津になります。まあここで前回マイナーチェンジを行ったポロもご紹介しましたし、ゴルフの GTI などもインプレッション取らせていただいてますけども、皆さんぜひお近くの方は来てください。あとこちらにあるのはこれ私のゴルフ8ですよね。 R ラインちょっと前まで乗ってましたけども、今これが中古車で販売されています。走行距離はまあ約1万3000キロくらいだったかなになっていますし、非常に状態いいです。 EX キーパーとかもしていますので、気になる方はぜひこれもお問い合わせください。じゃあ店内入っていきましょう。おはようございます。じゃよろしくお願いします。はい、すいません。そしたらちょっとご説明だけさせていただきます。はい、こちら説明書になります。はい、これはもう多分ゴルフの時に見られました。いや見てないっすよ、ですよね。分厚すぎてそう、何が書いたんやみたいな感じやと思うんですけど、ちょっと先に紹介していいですか。はい、どうぞ。はい、ということで今回私が購入しましたフォルクスワーゲン新型ポロ、こちらになります。じゃじゃーん。今回購入したのはポロの R ラインになります。でボディカラーがピュアホワイト、黒もいいかなと思いましたけども、小林店長の話では、まあ、黒より白の方がいいんじゃないっていうところで今回白にさせていただきました。でオプションとしてはディスカバープロパッケージがありますから、それをつけてまあ、大体380万円くらい、まあ、若干値引きありましたからもうちょっと安いんですけども、ざっくりそれくらいになっています。じゃあ納車説明、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、したら、まずキーから、はい、2つついてます。ロックの解除とかは、うん、まあ、ボタン押してもらってもいいんですけど、うん、今開いてる状態、ここのくぼみ押してもらったら閉まります。うん、これで閉まるんですよね。はい、最近は結構ついてますけど、意外とでもこれも知られてなかったりしますよね。給油口も、うん、その車のロックと連動していて、うんうん、今開いてる状態でここ押してもらうと開きます。うん、ああなるほど。はい、でロックがかかってたら、うん、あのここ押しても開かないので、じゃあ乗っちゃっていいですか。はい、どうぞ乗ってみてください。よいしょ。座席の高さとハンドルの高さと合わせていただけたら、うん、OK です。これが高さですよね。高さです。これはちょっと僕嫌な前後スライドはここですよね、こっちの左側の、これで調整ができると。ハンドルの高さも大丈夫ですか。まあ、ここですよね。これで、これはチルトとテレスコですね。ちゃんとついてます。はい、じゃあエンジンかけちゃいます。
もうゴルフと、まあ、似てるところいっぱいあるんですけど、まあ、ロックの解除施錠ここでできます、うん、はい。でミラーの調整とかですね、こちらのダイヤルでできます。左の方に合わせといてもらったら、うん、バックするときに左のミラーだけぐーっと下向いて下の駐車のラインが、あーほんますね、確かに下がりました、下がりました。で、あとはパワーウィンドウのボタンと、うんうん、これがまあ後ろにもパワーウィンドウのあのボタンついてるんですけど、うんうん、このここをバッテン押してもらったら後ろのボタンいじっても窓は開かないようになります。開きましたよ。あの後ろの席の、ね、運転席から行けるけど、こちら次ダイヤル、これライトのスイッチになります、はい、ゴルフとはちょっとまだ違うと思うんです。いや僕はでもこっちの方がいいですね。あ、よかったです。使いやすいし。え、これは基本オート、まあ、基本オートにしといてもらったらいいかなと思うんですけど、フォグつけるときは、はそれを引っ張るんですよ。あ、これでフォグ、はい、フォグ。もう一回引いたらリアフォグ、リアフォグです。あ、なるほど。リアフォグついてるときはこっちに表示が出ます。あ、こっちね、ここは引かないですね、はい、ここは引かないです。なるほど、はい、てかこれゼロいけるんですね。ゼロというか完全オフが、はい。で次刺したらハンドルいきます。主に、まあ、こっちのボタンはメーターの表示を変えるボタンになります、はい、でこの走行データっていうところで、うん、この上下のボタンを押していただくと、うん、いろんな、まあ、例えば燃費であったりとか。あ、そんなことできるんですね。そうなんです。へえ。で今入ってるガソリンであと何キロ走れますよとか、うんうんうん、そんないろんな情報が見れます。ああ、なるほどね、はい。快適機能による燃費って何ですか、あれ。快適機能による燃費は何なんですかね。まあそういうこともありますね。わかんないことも。一応このしゃべるマーク、人がしゃべってるマークが、うん、まあ、音声でのあの入力、まあ、うんうん、あの住所の入力とかもできる。これ例えばフォルクスワーゲン草津とか名所でもいけるんですか。ね、名所がちょっとね難しいんですよね。ここで例えばナビゲーションで言って住所コンビニとか、なんか駐車場とか検索するとかそういうのやったらいけるんですけど、その施設名は、あ、なるほど、多分この子にはちょっと難しい。難しい。携帯電話をつないでたりすると、うんうん、まあ、iPhone の場合やったらここを長押しすると Siri につながったりするじゃないですか、うん、はいはいはい。ゴルフもそうでした。あ、そうですそうです、うんうん、一緒に。 Apple CarPlay はワイヤレスいける？いけます。あ、いけるんや。いけるようになる。へえ。僕 Android なんで、はいはい、Android も今後ね、あ、そうですね、あのワイヤレス対応してほしいなと思いますけど、うん、次ごめんなさい、ハンドル、うん、こっち側のボタンなんですけど、これはクルーズコントロールのボタンがついてます、はい、でこれはまあゴルフとね、あの一緒、まあ、ついてるなんか文字とかマークとかは一緒だと思うんですけど、うんうん、あとトラベルアシストがねつきましたから、そうですね、日本では出せないですけど210キロまで、はい、出ますもんね。そう、しかもステアリングのアシストもやってくれるから、そうですね、嬉しいよね。結構動きます。じゃあ電源入れてこれ押したらもう ACC と車線キープはやる。そうですね。あと指示器ですね、指示器ごめんなさい、こっちですね、違うですね、もうゴルフと同じです。カチってなるまでやってもらったら、うん、もうずっと連続で出ます、はい、軽くポンってしてもらったら3回だけの点滅がします、はい、こっちがワイパーですね。ワイパーですね。下に1回で1回だけ、うん、上に1個上げてもらったら完結ワイパー、まあオートワイパーですね。オートワイパーね、はい。そうしましたら次ナビ行きましょう。暑いですね、乗ってエアコンつけましょうか。乗ってください。湿気すごいっすよね。湿気が梅雨明けたのに、ね、あー涼しい。そう、今しれっと触りましたけどエアコンもこれ実は変わってますね、はい、変わってます。タッチスイッチに、しかもこう左右独立なんですよね。そうです。このクラスでちゃんと左右独立は偉いですよね。あれ、シートヒーターはつけないです。ステアリングヒーターはつけないです。ベンチレーション。はい、その辺はもう我慢しましょう。まあ、でもね、レザーシートじゃないから、そうなんですよ、冬はそんなに寒くないかなってい う, う、もうこのシフトのこれがすごい気持ちいい。気持ちいいんですよね。D ドライブ入ってる時にもう一個下に下ろしてもらうとスポーツモードに。ほんますね。一番上、これアイドリングストップをオフにするボタンです、はい、はい、
ただこれエンジン1回切ってしまうと、もう毎回、アイドリングストップがかかる設定に戻るので、これ確か放棄的な問題ですよね。モードって押してもらったら、うん、走行モードを選べます。これはね、実は R ラインだけなんですよ、フォローに関しては。ですよね、違いましたっけ。そうです、そうです。めちゃめちゃ今不安になりましたけど。そうですよね、す確か。そう、ドライビングプロファイル機能ね、はい、次これパーキングアシストシステムというものがついてまして、うん、はい、これを押してもらうと止めたい方の指示器を出しながら、うん、ずっと走っていって、車がここ空いてるっていうのを検知できたらリバースギアに入れてもらったらこう取れる。あー、なるほど。ただその条件として左右どっちもその車がちゃんと止まってて、うん、1台分だけ空いてるっていう状態で初めてここが空いてるっていうのに条件厳しい。そう、厳しいです、厳しいです。なるほどね。へー。なんでちょっとね、日常的にこれをいつも使ってますっていうの方はちょっとあまり気づかない、うん、このピンっていうのがこれ押してもらうとパークディスタンスコントロールの表示が出てきます。これが、はい、あの前と後ろにセンサーがついてるんですけど、うんうん、まあ、意図的に、まあ、見たいなっていう時にここ押してもらったらこの表示が出すことができます。自動ブレーキもついてるんですか。ついてます。衝突軽減ブレーキついてます。それはいいですね、はい、これ剥がしちゃいましょうか。いいですか、剥がして、はい、これがもうあのゴルフのセブンとかにもついてるような、うん、7.5 とかと同じサイズの、うんうん、ナビにディスカバープロ。なるほど。9.2 インチ、結構でかいですよね。大きいですね。まあ、皆さん需要があったらこれナビの解説でまた出します。ゴルフヘイトはね、僕実は出したんですよね。ちなみにバックモニター、はい、どんな感じか、こんな感じね。エンブレムが今パカッと開いたんですよね。開いてます。足元もこれは光ってない。今は光ってないですね。あ、でもなんかここランプありません？これこっちだけかな。真っ暗のね、今映像の中に一つだけ光が、希望の光が灯ってますけど、フットランプありますね、ちゃんと白色のやつ入ってました。でサイドはこれで、はい、カップホルダー、これカップホルダーね、僕ちっちゃいなと思ったんですけど、はい、500入るんですかこれ。スタバのフラペチーノとかのやつは、うん、無理ですよねこれ。それはね、もう目測でも分かります。絶対入んないですよね、はい、カップホルダーここだけすよ、ね、そうですね、ここはきついですもんね、はい、ここちょっと斜めになってるんで、これフラペチーノ入んないですね。フラペチーノはね、ちょっと怖いかもしれない。じゃあこれぐらいですかね。これぐらいってもう結構やっていただきましたけど、そう、あの動画の編集的にどうなってるかわかんないですけど、結構こってりこってりやっていただきました。後ろとかもいいですか。後ろも一応見ときます。一個変わったところで言うと、あ、じゃあ後ろ、後ろ行きます。前なんですけど、前前降りていいんすか。はい、あ、助手席に、うん、アイスフィックスのこのチャイルドシートの、はいはい、引っ掛けるとこ、引っ掛けるとこっていうか、うんうん、固定金具、はい、ができます。もともと後ろだけやったんですけど、あ、前にも行けるようになったんですね。行けるようになったんですけど、うん、あんまりその前にチャイルドシートをつけることはよろしくはない。え、これね、助手席のエアバッグカットはついてるんですか。あ、ついてます。あ、ついてるんや、はい、なるほど。こっち側にあるんで、ははは、じゃあもうつけるときは絶対切らなあかんですね。そうですね、そこだけは。で、後ろはこんな感じ。テクスチャーも前と同じ感じになってますよね、うん、こういうしましま系のチェック模様になってて、生地は布とここマイクロフリースになってます。すいません、ナンバーカバーをつけていただいてますけども。後ろはじゃあ一緒ですか。そうですね、基本的に基本的に一緒です。これなんですか。これは気にせん、気にせんでいいですか。気にせんで大丈夫です。了解です。え、この辺の USB のポート、はい、あ、そうです、ね、これ C に変わったのも今回ポイントですか。そうです。あ、なるほどね、はい、ということで、まあ、シートのテクスチャーとこれかな、うん、変わったポイントは、うん、この部屋も LED ですもんね多分。そうです、前から。いやでもほんまかっこよくなったね、このライトの感じがもうゴルフそっくりですよね。これ、そうですね、形もかなり似てる、はい、こう内側に伸びた感じで。そうなんです。この光り方がね、このクラスと思えんぐらい手の込んだ作りになってて、かっこいい、スタイリッシュ。これ夜見たら絶対綺麗ですよね。めっちゃかっこいいです、ね、
ここ今こっちの3つがついてると思うんですけど、はい、ブレーキ踏んでもらったらここのね三角形の方が光る。あ、ここも光るんですね、はい、へえ。じゃあ、交互に踏んでください。踏んだらこっちだけが光って。あ、こっち消えるんですか。こっち消えます。あ、そうなんや、へえ。ちょっと踏んでください今あーほんまや、あーすごい、すごいっすね。あ、バックここね。しかも今回 LED ですね全部。そうです。ウィンカーもじゃあちょっといいっすか。あーしかも後ろ流れる、かっこいい。これ B セグの質感じゃないっすよね。かっこいいやん。ちょっとじゃあ前もちょっとついでライトチェック。こんな感じ。これ日本になったのが今回ポイントでしたっけ。そうですね。眉毛が日本になって、かっこいいやん。めちゃくちゃいい。マトリックス機能もつきましたし、もう言うことなしじゃないですかじゃあちょっとラゲッジ見ちゃいます。はい、こんな感じ。まあここはもうシンプル、シンプルね。これ国内仕様はスペアタイヤないっすよね、はい、ないです、ね、はい、もう完全パンク修理だけで、はい、OK です。じゃあこれぐらいで、はい、すいません、こってりやっていただきまして、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。あ、行きましたね。はい、ありがとうございます。はい、これでウィーコネクト登録完了です。フォルクスワーゲン初めての人はそもそもフォルクスワーゲン ID を取得してからっすよね。そうですね、取るところからですね。それして、はい、でその後に販売店でこうやってウィーコネクト、はい、やってもらった設定を。あと携帯にアプリも入れてください、ウィーコネクトの、うん、でもそれしたらナビも目的地飛ばせるし、うん、ロックとか施錠も、あ、会場も行けるんでしたっけ。はい、できます、アプリで。そう、結構便利なんで、これはスマホを持っている方はやった方がいいと思います。さあ、ということで最後、今回新しくなりましたポロの走りお届けしようかなと思います。まあ、すでにご紹介はしていますけども、ちょっとだけお伝えをしようかなと思います。どうぞ。ありがとうございました。またお願いします。まあ、今回のポロの目玉としてはやっぱりエンジンが全てのモデルで直列3気筒の1リッターエンジン、これが採用されているっていうことかなと思います。だから R ラインの 1.5 リッター先代から比べるとダウンサイジングもしていますし、もちろんパワーも落ちてるわけですよね。だからスポーティーな走りというかパワフルな印象というのはもちろんなくなってはいるんですけども、ただ一般道で考えたら正直不満のない動力性能ではあります。しかもこれエンジンとトランスミッションの制御が多分変わってるんですよ。で、1速から2速に変わる際のシフトショックというかギクシャクするような感覚っていうのがなくなってます。これはね、今回マイルドハイブリッドついてませんけども、本当ゴルフ8のあのスムースな発進加速にすごく近いものになってますから、これね素晴らしいなと思います。で、スペックに関しては直列3気筒の1リッターエンジン、これ最高出力は95馬力、最大トルクは175ニュートンメーターになっています。で、EA211 エボエンジンになってますから、もうゴルフのエンジンと全く一緒なわけですよね。個人的にはブレーキホールドを欲しかったっていうところが、もうまず最初から感じる不満点ではあります。というかポロの車格で考えたらコストかかるけども、でも逆に必要じゃないかなとは思うんですよね。特に日本ってこういうストップ&ゴーが結構続くシーンありますよね。で、ブレーキホールドってもうかなり浸透していますし、んだから車格のヒエラルキーとか抜きにして個人的にはブレーキホールド欲しかったなっていう部分はあります。ポロって B セグメントの車になるわけですよね。ライバルで言うなら例えばアクアであったりフィットであったりノート、まあ、それくらいの車格になってくるわけです。まあ、つまり普段使いに対してはすごく能力高い、扱いやすいってさっきディーラーさんから出るときに結構小回り利くじゃんって、しかも意外とノーズも短いから思った以上に、まあ、小回り利くし扱いやすいっていう印象がありましたよね。ただ個人的にはこの A ピラーと
ドアミラーの間にある黒いパーツ、そっちから見るとこれですよね。ここがいらないかな。これ抜いてくれたらさらに斜め前方の死角っていうのは減るんですけども、今これセールガーニッシュがこれついちゃってますから、若干これ私から見ると対角線でこう左の前ですよね、ここがデッドエリアになっちゃってるですよね。でもやっぱりね、フィットとかアクアとか、まあ、特にフィットは私所有していましたから本当ねこれ強く思うんですけども、やっぱね同じ車格で比べてもなんでしょうね、このドイツ車の質実剛健とした印象は安心感があるし、なんかね車自体のやっぱ剛性がめちゃめちゃ高いんですよ。本当ねカチッとしてるっていう印象があります。まあ、MQB のアーキテクチャを使っていて、それって軽量化ももちろんやってるんですけども、ただゴルフとかと同じようにやっぱり剛性も出しているわけですから、このね車自体のブロック感がめちゃめちゃ強いわけです。おー結構気持ちよく今加速しましたよ。下のトルクやっぱ増えてるな。かなり低いところでしかもギアを一つ落とすことなくぐーっと加速していきましたね。このあたりはちょっと数値以上のものを今感じましたけども、やっぱね乗用域のパワー感っていうのは本当重視してある。んだからこそ市街地モードの燃費は落ちちゃってるのかもしれませんけども、トータルで見ればもちろん環境性能は上がってるしちょうどいいかもな。 1.5 リッターのエンジンをやめたことによって結局その価格上昇っていうのも抑えられていますよね。まあ、あとね乗り心地であったり静粛性のところに関してはもうこの動画で全部言っちゃっても仕方ありませんから、ぜひ次回の納車後インプレッション、おそらく後編になるかと思います。そちらの動画にご期待ください。そしてチャンネル登録お願いします。オーナーズレポートとかも出していますので、そちらもぜひ楽しんでください。ということで今回はフォルクスワーゲン新型ポロ納車編でした。ではまた。